で、もう一つは野蛮性は今言った麻生三郎だ。で、もう一つは後期性だよね。で、後期性はやはりその当時の武蔵野美術学校の、絵画の居住してたもう一人の巨匠だ。これは山口武夫。山口武夫の、まあ一般には山口長男って言われてるね。あの長い男って書くんだけども、山口長男。あの抽象画で非常にあの日本の画壇ではにあの日本的抽象画というのを確立した本当の第一人者、偉大な画家だよね。その人に直接あの教えてもらって、で、豊島自身が その自分で言ってたけれども、その絵画が持つ好奇性、絵画の中に生命とか物が持っている好奇性を落とし込む、その苦悩っていうかな、その戦い、やっぱり戦いなんだけども、その戦い、それを自分は山口長男から学んだと言ってたよね。で、それを学ぶには、山口長男がどういう姿勢で物とか生命と対峙してるか、で、それはもう豊島がその学生時代を振り返って僕にも説明してくれたことがあるんだけども、要するに相手の生命、物も含めてだよ、相手の命の中にある命を恐れる気持ち、命を仰ぎ見る気持ち、そういうものがあると相手の命の中の好奇性が落とせるんだという、そういう言い方を山口長男はして、それをまた豊島は自分の芸術にしっかりと掴んで死ぬまでやり通したと。で、言葉としてはね、だから相手の命を恐れるっていうことはどういうことかというと、要するに気持ちとしては祈りの気持ちだよね。相手に対する祈りの気持ちを持つっていうこと、それが何だろう、好奇性を見出す、まあ、ちょっとやり方なんて言うとちょっと言葉が悪いけど、まあ、やり方かな、方法論だよね。そういうことを山口長男から学んだということ。